はい、山田でございます。メンズエステの店長をやらせていただいております。えー、メンズエステで働く女性というのが、えー、働く理由が、あの、大きく分けて二つありまして、え一、ー、つがお金ですよね。えー、稼ぎがいいからとかね、えー、稼ぎたいから、えー、または稼がなくてはならない理由があるから、えー、メンズエステはお給料のいいお仕事でございます。それを探し当てて、 ね、あの、で、不安だけども面接に来てみて、ね、面接に来てもまだ不安だったけどやってみたらいいお店だった。えー、だから続けられているみたいなね。えー、やっぱり勇気を振り絞って、えー、あの、稼ぎたいがために、え、面接に来て、えー、スタートしたという方が、あ一定数いらっしゃいます。そしてもう一つが、あの、マッサージを、まあ、マッサージが好きだから、えー、または、えー、癒すことが好きとかね、仕事内容で興味を持ってくださった方。 または、えー、マッサージの勉強ができるとかね、癒しの勉強ができるということで、あのー、まあ、お仕事されている方。その二パターンですな。うん。で、え二、ー、パターンか、または両方という方もいらっしゃいます。で、えー、お金を稼ぎたいからという理由が、あ若干多いような気がします。で、お金を稼ぐっていうこと、悪いことでしょうかね。えー、効率よく、 ね、限られた時間しかない中でね。えー、僕ら24時間という限られた時間しかないじゃないですか。その中にやらなきゃいけないことがたくさんあって。で、えー、より効率よく稼ぐっていうのは、えー、すごく、あの、賢い稼ぎ方だと思います。うん。で、悪いことでは全然ないですよね。で、この資本主義の社会でね、より稼ぐんだ、たくさん稼ぐんだっていうのは、悪いことじゃないですよね。逆に当たり前のことですよね。 皆さんも経験あると思うけど、時給が10円でも高い方がいいわけじゃないですか。自分の時間を切り売りしてね、パートアルバイトでね、えー、お仕事されたことあると思うんですが、えー時、時給ちょっとでもいい時給のところやりたいじゃないですか。で、えー、月給制のサラリーマンでも、えー、月給20万、15万のところより20万、20万のところより35万、30万のところ選びたいじゃないですか。それと一緒でね、えー、頭を使って、えー、私ができる仕事の中で、 何ができるかなって考えたときに、メンズエステというものが出てきてね。で、えー、なんだろうこれって、えー。怪しいとかね。そういうふうに思う方もいらっしゃったと思うんですけど、でも、もし、怪しい仕事でなければ、私のやるべき仕事かもしれないなと思って、不安の中で面接に来られて、そしてお仕事される。えー、まあ、<laughs> いろんなお店があるからね。あの、ちょっと怪しいお店もありますよ。メンズエステの中では。 でも、あの、僕、まあ、例えば僕が携わっているお店なんかは、怪しくないじゃないですか。ね、健全で、ルールがあって、ね、えー、エッチなサービスとかそういうのは一切ないっていうお店だってあるわけですから、えー、うちに縁をしてくださったセラピストさんなんかは、いいお店に出会えて、えー、で、賢く、効率よく稼ぐということをチョイスしたっていう感じでございます。うん、なのでね、本当にね、か、いい、あの、仕事チョイスしたなって、まあ、 自分のお店ながらというかね、えー、思いますよ。だってね、例えば若い方で言うと、学生さん、ね、えー、イメージとしては大学生なんかは、チャラチャラしててさ、えー、バイトしながら、なんか、楽しんでるようなイメージだけども、えー、学部や学科、ね、またはその大学によっては、えー、もう先生からね、えー、教授から、あのー、あなたは、 えー、バイトなんかしてる時間ないからねって、念を押されて、あのー、スタートしてる大学生もい,いっぱいいるんですよ。うん、その中でバイトしてる理由、あの、時間がない。というのは、もう学業で忙しくて、えー、バイトなんかしてる暇ないよって教えてもらったと。えー、その中でね、でも女の子だったら、やっぱりおしゃれもしたいしね、えー、旅行だってたまには行きたいかもしれないし、まあ、それな、美容院行くにでも何万円かかかるわけじゃないですか。男だったら1000円カットでいいけどね。 うん。んな中でお金はどうしても必要。あとは、親に頼れないっていう方。ねそんな学生さんもいるんですよ。親に学費出してもらえないから自分で貯めなきゃいけないんだ。ね奨学金で払ったけどそれを自分で返さなきゃいけないんだとかね。そういう方もいるわけですよ。で、そういう方が、で、えー、なおかつ大変な学部、学科でお仕事され、あ、えー、勉強されてる方であればね、稼がなきゃいけないし、その、え何、ー、奨学金返さなきゃいけない。 けれども、バイトしちゃダメっていう大変な <laughs>、えー、状況下の中で、えー、学生生活を送ってるみたいな方もいらっしゃいますよね。うん、なので、僕はだから賢いと思いますよ。だって、えー、居酒屋さんのバイトとかね、えー、マックとか、コンビニとかで時給1000円で働くとね、えー、1万円稼ぐのに3日間とか4日か、あ、2日間とか3日間とか、かかるわけじゃないですか。 で、えー、5時間を2回とかね。それを、えー、3時間1回で済むわけ。1日の出勤で済むわけじゃないですか。メンズエスティで、でだったらね。ちょっと LINE 来たから返します。賢い。で、で、あの、夏休みとか、正月とかね。長期のお休み。<laughs> で、あれば、 あの、ちょっと何日間か出てね、一気に返すとかね、その奨学金を。俺はね、僕はもう素晴らしい、あの、稼ぎ方というかね、頭使ったなって思いますよ。で、メンズエステよく選んだなって。うん、ちょっと偉そうだけどね。だって、えー、たくさん稼ぎたかったら時間たくさん使わなきゃいけなくて学業に響くじゃん。うん、その中ででもお金は必要だ。そしたら効率のいいお仕事をチョイスするしかないじゃないですか。親にも頼れないとかね、そういうことであれば。 うん。なので、もう本当にクレバーな感じしますよね。専門学生もそうですよ。カリクラムがもう夜までぎっしりでね、えー2、2年間、あの学、学生生活を送んなきゃいけないじゃないですか。その中でもやっぱりアルバイトしたい。でもアルバイトする時間がない。だから週1回、えー、週2回、えー、免税てでバイトするっていう方もいらっしゃいます。 うん、まあそういう若い方。えー、で、さらに23から、まあ、30ぐらいまでの方でね、まだ結婚してない方であれば、今度はやっぱり、あの、夢のためとか、えー、お店出したいとか、えー、なんか将来のために、効率のいいお仕事をチョイスされる方もいるし、 ね。あの、まあ、あの、うちではないけど、彼氏の借金を返すために頑張ったっていうような人気セラピストさんがいた話も聞いたことあるけどね。それは、いい、する必要ないと思うけども。でも、やっぱり、いろんな目標があって、ね、稼、あの、効率よく稼ぐ必要があるって方はいらっしゃいますよね。あとは、<laughs> えー、ダブルワークの方が多いんですけれども、 ね、OL さんだったり、やりたい、やりたいというか、まあ、続けたい社員でのお仕事をされていて、で、なおかつ、えー、それじゃあ15万円台、16万円とか、安い、あの、月給で、えー、週5回働かなくてはならない。その代わり、5時、6時で終わるから、もう一個バイトしたい。その中で、効率よく稼げる、メンゼスをチョイスされるという方もいらっしゃいますよね。土日のどっちかは出るとか、うん。 で、転職。15万じゃ生活できないから転職するかなって思ったんだけど、転職するのはもったいない。正社員だし。その仕事も嫌ではない。だけど15万じゃ生活できないからどうしようって言った時に、うん、メンズエステをチョイスされるっていうパターンですね。うん、それもいい、いいんじゃないのって思いますよね。ああ、メンズエステだし、エッチなサービスがあるわけでもないし、彼氏に別に後ろめたさもないしね。 うんえー、で、そうやってチョイスされる方もいらっしゃいます。あと、マッサージ屋さんでアルバイトしあ、バイトというかお仕事されてる方とか、えー、そういう方もいますね。女性用のエステサロンで働いてる方とか、えー、そういう方たち、エステサロンとかマッサージ、例えば30、えー、60分3000円のマッサージ屋さんとかって、やっぱお給料ちょっと安いですよね。エステサロンも、 まあちょっと印象としては安いイメージがあります。違うところもあるかもしれないけどね。その中でそういうお仕事は続けたい。マッサージを好きだから続けたい。ゴみほぐしも続けたい。けども、さっきと一緒。お給料が安いから、なかなか生活が大変だと。なので、半分をメンズエッセで働きますとか、週に1回だけ2回だけメンズエッセで働きますみたいな働き方の方もいらっしゃいます。うん。いい、いいよね。効率いい。 うん。やりたい仕事をやりながら、生活のためにメンズエステ、または貯金のためにとか、将来のためにメンズエステで働くっていうお仕事、働き方もありますよね。あとは、やっぱり30代とかね、えー、ご結婚されて、えー、子供さんがいて、で、えー、小さい、0歳児、1歳児の子供さんがいるお母さんもいらっしゃったりします。 年齢してね。で、そういう方たちっていうのは、仕事したいんですよ。仕事はしたい。早く保育園に預けて仕事はしたい。だけど、まず0歳児、1歳児ぐらい子供が小さいとなかなか、あのー、雇ってもらえないという問題がありますよね。あと雇ってくれたとしても、時給がね、安かったりしても、でもとりあえず雇ってくれた。としても、子供はすぐ熱出したりするじゃないですか。 ねええー、保育園に預けてても、保育園からすぐ連絡が来たりするじゃないですか。ねえ、熱が出ちゃったから、誰々ちゃんのお母さん迎えに来てくださいってね。そしたらやっぱ行かなきゃいけないし、その中でね、えー、飲食店でもそうだし、ジムの仕事でも、えー、例えばコールセンターみたいな仕事でもそうですけども、えー、ごめんなさいって、あ、嬢長にね、マネージャーみたいな人に、えー、子供が熱出しちゃったみたいで帰っていいですかっていうのが、やっぱり気が引けるわけ。で、 えー、いい人だったらね、ああ、それならしょうがないね、帰りなさい、帰りなさいっていう、お店とか会社とか、えー、上司がいるかもしれないけれども、それがだから、一回二回じゃないじゃん。子供、ちっちゃい子供さんがいるお母さんは。やっぱりたまに定期的に熱出したり調子悪くなったりするわけじゃん、下痢しちゃったりとかね。その中で、徐々に徐々に居づらくなっていくっていうのはね、すごくよくわかります。 僕もそういう職場で働いてたこともあるし、見てきたからね。で、最初はいいよいいよ帰んなよ帰んなよってやってて、やっていても、またっていうような顔をし出すんですよ、上司も。でも上司は上司で仕事だからね。お店だったら一人かけただけで、ギリギリのとこで回してるから、お店はお店で困っちゃうしね。うん。 だから上司の気持ちもわかるっていう感じ。また誰々さん帰るのみたいな。<laughs> うん。だから居心地が悪いというか気まずいというかね、えー。または意地悪な上司だったら嫌味言ってきたりもしますよね。でも、お母さんは帰らなきゃいけないじゃん。子供のために。子供のために生きてるんだしさ。うん。誰が子供を迎えに行くのって、誰が子供を看病するのって言ったらお母さんになるわけじゃないですか。そしたら <laughs>、あのー、 まあ、しゃーないわな。だから、そういう方たちも、メンズエステであれば、特にうちであればね、それはもう理解してますから、想定内ですから、えー、子供が調子悪くなる、ね、子供の熱出し,出しちゃったから休みますっていうのは、もう想定内ですからね、それで事前のご予約の、お客様のご予約を飛ばしちゃうことがあってはならないんだけれども、でも、しょうがない、それは。 でお客様にそれはしょうがないなんて言えないんですけれど、お客様の時間をね、ロックしてるわけですから、いただいてるわけですから、それは本当にダメなことではあるけれども、えー、でも子供優先は、それは、もちろんだよね。で、それは、あの、メンズエステ店では、で、まあ、うちみたいなお店では理解しておりますので、そういうお母さん方も今までたくさん働いてくださいました。うん。なので、 あの、そういったいろんな、あとね、まあ、あのーう、えー、っとね、子供の夢があるとかね、子供の夢のためにかせあの働いてるっていうお母さんもいらっしゃいます、ね、うんあとね、子供が大きくなる前に直築したいんだっていうね、すごくけ、あの、経済観念が発達してるというかね、あの、将来性を、あのー、ね、えー、将来を見つめて、あのー、働いてる方もいらっしゃいますよね。 うん、なのでね、頭いいんですよ。メンズエスで働く女性って。賢いと思う。ね、将来のために何があるかわからないからね。えー、たくさん稼いどきたいとかね。えー、あとは離婚したいからっていうパターンもある。これはあんまり、あの、いい話じゃないかもしれないけど、事実として。えー、離婚するんですよねとか、離婚したいんですよね。っていうことで、えー、メンズエスに、えー、来られる方もいます。または離婚してしまい、 えー、収入が少ない。でも子供を二人抱えていて大変だっていうような方もいらっしゃいます。うん。いらっしゃいました。そういうようなね、いろんな用途で、えー、メンズエステが、のお仕事というのが必要とされているというか、うん、稼ぐっていうことを、今の話聞いて悪、悪いことだと思わないでしょだって必要だから、稼ぐ必要があるから、自分と家族を守るためにね。 必要だから働いてるわけじゃないですか。うん。だからね、あ,あの、聞いてくださってる皆さんもね、我慢して、えー、時給1000円のね、えー、アルバイトで、なんとか、それを掛け持ちしてとか、えー、昼間は時給1000円で、保育園迎えに行って、えー、ピックアップしてきて、夜スナックでバイトするとかね、時給1500円でとか、そういう方もいるでしょそれじゃ疲れちゃうよね。でもそういう方も、でもそれも人生だから、僕は応援したいけれども、 頭使って効率強く稼ぐっていうのも一つですうん。で、えー、 あとは、ま、マッサージの技術も覚えられるしね。マッサージ、あの、後者の方、マッサージが好き、マッサージがやりたい、やってみたい、えー、技術を覚えたい、えー、人を癒す、人に優しくするのが好きっていう方もいらっしゃいます。えー、それも、あの、一つの仕事の、えー、何、やる理由でございまして、えー、そんな、あの、働く理由、あの、稼ぐ理由がある、えー、方であり、また、あの、マッサージも好きだったら、なおもなおいいしね。 それで技術学べるんだからえ。マッサージの技術も学べるけど、癒しの技術も学べるんだよ。もう一粒で二度多いし、一石二鳥ですよね。癒しの技術、人間関係の技術ね、えー、対人関係の、えー、トークスキルとか、そういったものも学べるわけじゃないですか。 うん、だからね、稼ぎながら学べるっていうのもいいしね。そしてなおかつ、前、あの、この間言いましたけれども、えー、亡くなる心配のないお仕事だから、えー、一回離れたとして、えー、例えば誰かと結婚しました、えー、あの、再婚しました、だから大丈夫ですって離れたとしても、5年後でも、また戻ってこれる。子供が大きくなったからまたいいですかっていうことで、また戻ってきたりもできるしね。その時もやっぱりメンズエステ業界、だから、引っ越してお店が変わっても、 ねあの、働けるわけですから。うん。だから、面倒してやらない理由ないんですよ。それで、えー、ちょっとエッチなサービスがあるとかね。えー、風俗店さんのようなことがあるんじゃないんでしょうかって思う方いらっしゃると思うけど、その説明後でしますけれども、あのー、それであれば、 僕はそういうお仕事でも一つの職業として成り立ってるし、別にいいと思ってますよ。それを胸張って働けば、働いていいと思ってますよ。でも、メンズエスあの、その気持ちはわかる。さすがにエッチなことはできないなって。えー、それも、また、あのー、なんていうのかな、まともな感覚ですよね。うん。だからそれは理解できる。でもメンズエスは違うじゃん。エッチなし、あの、お仕事じゃないわけだから。うん。ぜひね、あのー、真剣にメンズエステ、 非風俗の、ね、エッチなサービスがあるわけではない、ちゃんとしたメンズレスで,で働くのも選択肢の一つに入れてみてくださいな。ね、あなたのプレ、あの人生が必ずプラスに、あの、いい風に転がります。好転します。うん、なのでね、あのー、背中を押せたかどうかはわかりませんけれども、えー、いろんな方がね、いろんな理由で働いてるんです。で、それは賢い稼ぎ方だから、僕は素晴らしいなと思ってますよ。 賢いなって、うん。自分の時間、そして子供の時間は、あの、限られてるわけじゃないですか。えー、人生っていうのは限りがあるわけ。だから、効率よく生活のためかね、えー、子供のためかわからないけれども、あの、効率よく稼ぐっていうのは素晴らしいことだと、僕は思っております。なので、免税制でのお仕事をお勧めできます。うん。では、まあ、ちょっとこの話は、 うんあまあ17分も喋っちゃったけど聞かれないね、この話はね。まあ、いっか。<laughs> あげまーす。